はい、こんにちは、浅井です。ガチャを引きます正月ガチャを引くんですけれども、動画でやるのは2回目ですね。今回アンケートで選ばれた上位3体の評価、リーチェ、ヨミ、アルテミス、こちらね、発表もすでにされているんですけれども、どれもね結構いい内容の評価だったんですね。まあ僕はそう思ったんですね。で、中でもリーチェですね、リーダースキルで悪魔縛りだったんだけど、バランスタイプも OK になったんですよね。なので本当になんていうか壊滅的に少なかったサブっていうのがかなり広がって、すごい使いやすくなったなっていう風に思います。で、1体はねすでに交換してるんだけども、ちょっとねどうしてもこの性能だったらってことで2体目も欲しいなっていう風にちょっと思っちゃいまして追加でね回していこうかなと思います。そうですね、まあ直接リーチェがもう出てくれればもう最高、万々歳で、まあそうじゃなくてもそれ以外の星8のね交換の玉っていうのが、いくらか出てくれれば、まあ、さらにね満足といった感じで、回していこうかなというふうに思います。まあ、確率がね 1% だから、まあ、前回の分と合わせれば多分これ140か150ぐらい引いてることになると思うんで、出てもおかしくはないはずなんだけどね、ちょっと甘い考えかな。っていうか、そうか、そうだな、昨日動画で俺今回のアンケートとか、そのこれまでの後その大好きガチャとかって、そのイベントの半ばでもう一回ガチャを回させるためにやってることだって俺自分で言ったことのはずなんだけど、今の俺はガチャを回しているのでこれはね完全にガンホーの策略にまんまとはめられているということになるんだけども、まあまあいいか。今回ね、今回というか、まあ、今週ね、ガチャイベントないんで、まあ、ちょっとぐらいいいかっていう軽い気持ちでやっていこうと思います。隔週でそのガチャイベントが来てた今までのパズドラに多分もう体がちょっと慣れてしまって、あれ今週ガチャないの、ちょっと違和感っていう風にね、思っちゃってるのかもしれない。病気。アイムシップ。ということで、回していこうと思います。はい。関係ない話をします。今日が、まあ、1月の8日なんですけど、1月の8日が今の仕事についてからぴったり1年なんですよ。本日1月8日が今の仕事についてからちょうどぴったり1年なんですね。去年の1月8日に入社したんだけど、なんだろうな、まあ1年経ったなとかそんな感傷に浸るようなこともなくですね、本当に気づいたら1年経ってたっていう感じで、おガネーシャか、まあ、3体目はいらんかな、さすがに、まあいいでしょう。まあ、そんな感じで本当に今の仕事に何の思い入れもないんだけど、今日出勤したら会社の人にね、あ今日で1年だねっていうふうに言われて、あそういえばそうっすねみたいなそんな感じなんだけどね。で、ただその1年って結構その会社の中での立ち位置って割と微妙だよなっていう風に思っていて、入社1年って新人とも言えないし、まあ当然ベテランでもないじゃないですか。レイラン出すぎじゃないちょっと自重しろお前。なんかそのだから入社1年ってちょっとなんか変な立ち位置だよなって思って、まあ個人的にそう思ってんのね。で、みんな1年ってまだ新人だと思いますか、それとももう一人前として扱いますか、どっちですか、皆さんの感覚、それちょっと教えてほしいんですよ。俺自身はその仕事っていうか、その自分では仕事でそのまだまだ知らないこととかも未だにあるし、まあ、どっちかと言われたらまあ新人だなっていうふうに思ってるんだけど、周りからはねちょっとどう思われてるのかなって。もちろんその何ていうのかな、雇用形態、社員かアルバイトかっていう意味でも、その入って1年って印象変わるだろうし、あとその人自身のその単純な仕事に対するその能力とかでもその印象って変わると思うから、どうなんだろうね。ただまあ1年っていうのは結構だから意見が分かれるラインなんじゃないかなと個人的には思ってんのね。で、まあそうだな、この1年の間にもうレイラいいよ、他の見せろ、星7以上見せろ。まあ、この1年の間にね、新しい人がまあ2人ほども入ってきたんだけど、おいいね、 OKOK、
星8はもう全然出てくれていいです。紙結びもね、まあ、強化してほしかったけどね。うん、だ新しい人がね、まあ、2人ほど、まあ、入社してきてて、もう自分がねその会社の中で一番下っていうことではないから、まあ、そういう意味でも、まあ、ちょっとずつこう新人の域からこう離れつつあるのかなっていうのは分かるんだけども、特別やっぱその自分が仕事に対して思い入れがなさすぎるせいか、やっぱその社内でその自分がその立場的にもあるいはその能力的にも成長してるっていう実感があんまりないのね。うん、なんだろう、新卒で会社に入ったけど学生気分がまだ抜けないっていう感覚がずっとこの1年間続いてたっていう、なんかそういう感じなのよ。うん、その辺をだからみんなもねちょっとどう思ってんのかなっていうのがちょっと気になっていますね。もういいって、レイガン出すぎやって。リーチどこの話じゃねえぞこれ。まあ、あ、そう、あとね、俺も結構その転職を何回かまあした人間だからこそ思うのかもしれないけど、アルバイトっていう雇用形態って最強だなってね最近思うのね。あの、もちろんね給料とかの面では社員の方がいいよ。ただその俺ね昔アルバイトの立場で、アルバイトにもかかわらずその社会保険と厚生年金を出してもらってた時期っていうのが、まあ、数年あったんだよ。でその時ね俺ねマジで無敵だった。その当時いたその社員の人が、あのね、どんだけひいき目に見ても無能だったのね。マジで仕事できない。で、いやお前それは違うだろ、もっとこうしろとかああしろって、で俺がアルバイトの立場で社員に対して文句を言いまくってたのね。そういう時期があったの。で周りもその俺よりも社員の方が無能っていうことがなんとなく理解してたから、誰もね俺に何も言ってこなかったのね。けど例えばその会社の中でなんかそのちょっと問題が起きた時に、自分は社員じゃないアルバイトだからその問題から逃げれたのよ。その会社で何かやばい事態が起こってしまっても、あの社員の人たちがその無能だからどうにもできないのね。で、あ、やばいこれどうしようってなって、でその話があの俺の方に回ってきても、いや僕アルバイトなんでそんなことに口出しできないですよ、責任持てないですよ、あの社員の方々たちでちょっとそれ決めてくださいっつって責任逃れてきたのね。最高じゃない。俺知らねえよそんなのっつって、俺はもう時給で金くれたらそれでいいよ、おアルテミスいいね、よしよしよし、いや俺は時給でお金もらえたらそれでいいんでっつって、もうこの会社が潰れようかどうなろうか知ったこっちゃねえよっていう風に立ち回れたのね。めちゃくちゃ気分良かった。ただ、うん、やっぱねその社員っていう立場になるとやっぱり一定その責任っていうのがこう乗ってくるから、やっぱ下手な立ち回りっていうのがちょっとできないし、なんだろうな、やっぱその簡単にこう仕事休んだりとか、ちょっと今日風邪ひいたんでとか、ちょっとお腹痛いんで休みますみたいな、そんなもできないし、まあアルバイトでもしにくいところはあるだろうけどね、勝手な行動っていうのも、まあ、なかなかできないから、もうそれ自体がやっぱそのなんていうのかな、自分の経歴に傷になっちゃうじゃないですか。それがね、そういうことがしにくいから、やっぱプレッシャーも一定感じてしまうと、社員であるということ自体が束縛になっちゃうから息苦しいのね。もちろんその普段の自分のこの生活とかを考えたら絶対そっちの方がいいんだけども、そういったものにこう耐えながらこう日々仕事をするっていうのは、まあそんな簡単なことじゃないと思う。だからそういう意味でやっぱアルバイトってすげえ強いなっていうふうに思ってんのね。だからまあその時の居心地の良さっていうのがちょっとこう自分の中で忘れられないだけなのかもしれないけど、まあ、そういう意味でアルバイトっていう立場はすごくその少なくともその働くっていうことだけに関して言えば、あ、なんていうのかな、すごい楽というか、うん、プレッシャーなく働けるなっていう立場だと思うのね。だから、お、読み、いいね。
星8が出始めたけど、ただ残り回数的にもリーチは厳しいかな。まあしゃあないですね、交換かなこれはね。まあだからね、俺も将来的には今勤めてる会社っていうのも辞めて、その福利できれば福利厚生があるアルバイトでやりくりしてみたいなって結構本気で思ってんの。そしたら YouTube の方にも活動の時間っていうのを多く割けるし、投稿頻度、まあ、それこそ毎日投稿したいなって前からねずっと思ってるんだけど、それも多分しやすくなるかなっていうふうに思うのね。ちょっとずつこう仕事のレベルっていうのを下げていって、こっちにね比重を置きたいなって思ってんの。まあ、ただそれだったら仕事辞めてこれ一本でいけばいいんじゃねって思うかもしれないけど、なんていうのかな、仮に、まあもちろんね今は全然 YouTube だけで食っていけないけど、十分食っていける量を稼いでいたとしても収入源を一つに絞りたくないのね。その YouTube で収益が上がりだしてから、その収入源が複数あるっていうことの良さみたいなのも最近ねちょっと感じてきてるのよ。だから仕事をゼロにはしたくないのね。なんか YouTube で月100万とか稼ぎ出したらそれはもちろん別だけども、そうはさすがにならないと思うから、うん、だからその収入源を複数確保したいっていう気持ちが残ってんの。けどその YouTube に割く時間っていうのはもっと増やしたいなっていうふうに思ってるから、まあ、いつかはねその社員を辞めてアルバイトにしたいなっていうふうに思っています。いいね、アルテミス。星8はそこそこ出たけども、さすがにリーチは出ないか。回数的には1体半ぐらい出てもいいはずなんだけどな。ちょっとリーチだけに関して言えば下振れちゃってますね。はいはいはい、はい、次でラストかな。ラストダイヤ見たいよ。お、いいね。あちょっと今まで見なかったビジュアルだから一瞬ドキッとしたけども、まあリーチ出なかったんでね、交換したいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。